大人になっても可愛い瞳になりたい方にぴったり。そこへさらに濃厚さもプラスした温かみのあるはんなりとしたなごみカラーが特徴です。ウェルカムサイズキヨーチェボーンチェケラ。どうもコンタルス社長吉田氏でございます。コンタクト社長、うん、社長が好きなスイーツって何ですか？フィナンシェ、今ハマってんだよ。フィナンシェですか？生フィナンシェとか。フィナンシェとマドレーヌの違い知ってる？いやー、わかんないですね。わかんないよね、はい、形とちょっと材料が違うんだけど、とにかく今フィナンシェ名店の味を200円ぐらいとか300円ぐらいで味わえるけどね、我が家はフィナンシェブームだよ。確か先日のデッツ撮影でもお持ちしていましたよね。そうだね、あのそれぐらい今ちょっとね、自分が気に入ったのをちょっと出先に行くとか、はい、簡単なちょっと手土産で持っていくっていうのは今フィナンシェがマイブームです。なるほど。で、今日の撮影とスイーツは何の関係があるの？ちょっと前に発売になったスイーツ関連のガラコンといえば、はい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 、そういうことね。わかった。じゃあそのお望みの商品紹介いっちゃうよ。行ってみよう。紹介するコンタクトレンズはこちら、ブランチェルさんからランビーほうじ茶バームごまバームです。こちらは佐々木のぞみさんがイメージモデルをされているカラコンで、今回ご紹介する2色は2022年4月に発売された新色です。商品コンセプトはこっそり叶う大人かわいい瞳です。大人になってもかわいい瞳になりたい方にぴったり。そこへさらに濃厚さもプラスした温かみのあるはんなりとしたなごみカラーが特徴です。ポイント1つ目は最近の動画でもアップした UV カット機能付き。瞳に有害とされている紫外線 B 波を約 95%、 紫外線 A 波を約 50% カット。紫外線によるダメージから守ります。ポイント2つ目は滑らかなエッジデザイン。レンズの縁であるエッジを滑らかに仕上げているので、まぶたが擦れ合う時に当たり具合が少なく爽快感をアップします。ポイント3つ目は含水率 58% の高含水レンズ。レンズ自体に潤いがたっぷり含まれているので、爽快時に違和感がなく瞳に優しくフィットします。機能面はご紹介した通りバッチリですよね。そしてカラコンで気になるのはやっぱり色味ですよね。ご紹介したほうじ茶バームとごまバームはフランミーでの人気のきなこロールと桜ロールの姉妹カラコンになります。大人かわいい瞳がコンセプトなだけあって、柔らかさを重視した色素薄い系のカラーデザインになっています。ほうじ茶バームは名前の通り儚げな透明感を演出するふわっと柔らかいクリーミーベージュ。ごまバームは濃厚さの中にも抜け感を演出してくれるグレーベージュとなっています。着色直径は 13.7mm で程よい大きさだよね。派手になりすぎないけど瞳の印象を変えてみたいという方や、淡い色使いなのでカラコン初心者にもおすすめです。フランミーシリーズは他にも美味しそうなスイーツをイメージさせる可愛いネーミングのカラーがたくさんあるので、ぜひ自分に合った1枚見つけてみてください。さて今回はブランチェルさんからフランミーほうじ茶バームごまバームを紹介しました。概要欄に URL 貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは素敵なコンタクトライフをお過ごしください。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。社長ともとなると
あらぎる方向にアンテナといや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 、今進めようとしたでしょ今。何気ない文章だけどな、言いにくいよな言いにくいよな